れりゃそれでいい。一人になりたいんだよね。もう地獄の魔法を使ったら無理に気をつけない。ちょっと聞いていいかな。シンラーが捕まえた。クラウド、SOS。魔航路を爆破するなんて迷惑な連中ですね。公表されていないが、犯人は十中八九アバランチだ。昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね。シンラにたかるつもりか。おい、適当なことを言うな。アバランチの目的は星を救うだろう。ん？なんなんだ君は。星を思う善良な市民。はあ？どこが善良？殴られるぞ。あの爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか。星の命を搾取する悪党へのよ。悪党の名前はてめえらはよく知ってるよな。私らは暴力なんかに屈しない。何があっても変わらない日常を送ってやる。これが新列社員の戦い方だ。意義なし。これぞ死んだ魂。ケン、一杯一杯じゃねえか。悪いか、いつだって精一杯生きてる。行きましょう。死んだ魂。俺は間違っちゃいねえ。ちょっと話そう。新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。ほら見て、魔鋼都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地。その上に整備されたピカピカの都市。魔鋼炉で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。まもなく ID スキャニングエリアを通過します。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、ほら今はちょうど中間地点。 ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住許可区分、懲罰。私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、主に治安維持に役立てる。ほら来た。ID は偽造だから安心して。腕によりをかけたんだから。地上まであと少し。ほっとしない？見ろよ、あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることか。神羅がどんどん幕を組み上げちまうから、土地は枯れ、空気はよどみ、花も咲かねえ。嫌なら町を出ればいい。ああ、俺はそうやって生きてきた。けっ、自分は強いって自覚があるなら、もうちょっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。みんなこの列車と同じ、敷かれたレールには逆らえないんだ。無事に。
たり前。お父さん。ただいま。おかえりなさい。怪我なんてないよ。大丈夫だったか。よかった。よっしゃー、よし、全員無事帰還。作戦大成功っす。星を救うでっかい初めの一歩だ。うん、お前らピーヒャラ喋るんじゃねえ、捕まるぞ。やべ。うん、次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。うん、うん、アジトでな、忘れたか、店の名はセブンスヘブン。ティワに顔を見せて安心させてやれ。魔鋼は星を巡る地って言われてもな、剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。見ろよ、あの美しい鉄骨、たまんねえな。おい、あんたどうした。魔鋼中毒かよ。またあいつか。すすまみれ、粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待ってろシャワー、俺はとにかくご飯ご飯。ジェシーは、うーん、今日の反省かな。嘘ばっかり。なかなか様になってきた。マリン。ただいまおかえり。あ、いい子にしてたか。うん、ティファと遊んでた。おー、そうか、よし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 。お疲れ様。うん、それどうしたの。ああ、本物でしょ、珍しいね。え、意外だな、クラウド、こんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え？バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリ、父ちゃん、今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して念念しような。報酬の話はティファとしてくれ。会計担当だからよ。片付けが終わるまでマリンの相手してあげてて。俺が？もちろん。ああ。てめえ！バレット！マリンに何しやがった！人とは喋っちゃダメって。え？偉いぞーマリ、父ちゃんとの約束忘れなかったな。偉い、偉いぞー。じゃあお休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞー。
食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。だよね。ごめんね、巻き込んで。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、分かった。死んだお肉の気持ちもわかる。うん。バレットたちと揉めなかった？ああ。向こうがどう思ったか知らないけどな。そう。心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかも。テレビに映ってた8番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃああれも嘘だよね。いや、そっか。ここなの。名前は展望荘。部屋は2階ね。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるってそれだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。203か。おい、大丈夫か？開けるぞ。
クラウドやめて。部屋に戻ってろ。離せ。この人は203号室のマルカートさん。病気でずっとこんな感じなんだって。時々様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ。おや、あんたがクラウドだね。あたしは大家のマーレで、おととい来たんだって。それまでは上かい？いろいろだ。訳ありか。まあ、ここに流れ着くのはみんなそうさね。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ？泣かしたら承知しないってことさ。あの子はあたしの孫同然だ。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。もう一回よ。上より安全。仕事に行けないことをみんな気にしてる。ああ、マリンが眠ってるの。静かにね。じゃあ早速働く？JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター、水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。ああ、お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入りようでしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテム屋といえば、こんにちは。 JS フィルターの交換です。ティファちゃん、いらっしゃい。待ってたよ。あれ、そいつは？集金係のクラウドです。お代は彼に。あんた、うまいこと言ったな。その役に変わってくれよ。あんたには無理だ。あ？クラウド！そうだ、せっかくだから買い物すれば。見るだけ見てみよう。冷やかしかよ。気が乗ったらまたどうぞ、ティファちゃんと一緒にね。それじゃ、またお店で。いつもの用意して待ってます。上から仕入れたアイテムもある。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。もう少し愛想よくする。おまけ目当てで？ありえない。じゃあ
次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。マールさん、フィルター交換です。ティーファー、待ってたよ。おや、あんたもいたのか。仕事だ。顔集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの、戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。顔最善を尽くす。吐きがないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ、手を出しな。マーレさん、ありがとう。じゃあ行くね。ああ、稼いでおいで。マーレさんのおかげで、すぐここになれたんだ。ここは、長いのか。もう、5年かな。そんな話より、集金集金、次が最後の武器屋さん。列車が動かねえと食料も日用に。悪いことしたら容赦しないわ。子供たちの憧れだって言われるのよ。えい、あのフィルター全然効果ないぞ。申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産をお願いします。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中なめてるんじゃねえぞ。払うよな、うん、ありがとうございました。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる。それよりバレットの集金はいつ終わるんだ。今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする。そうだな。あのね、アイデアがあるんだけど、聞く。本格的に何でも屋を始めるなら、まず縁を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん、縁が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい。自警団の仕事を肩代わりとか。ほぼボランティアだけど、縁はつながるよ。やってみよう。詰め所は誰もいなかったから、上に行ってみよう。武器屋、覗いていかないかい。スラムで暮らすなら一人に一つ。武器屋持とう。今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん入団希望っすか。場合によってはな。自警団は何をするんだ。うん、いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが、俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろう。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか。改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど、手順を教えるな。できたか。ま、使いながらいろいろ試してみるんだな。ああ。それから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。
ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも町中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる？瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも、道知らないでしょ？頼ん。任せて。スラムで一番のガイドよ。瓦礫通りはスラムの西の方。モンスター避けの防護壁の向こう側。念のため準備はしっかりね。ティファちゃん、気をつけてね。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん、ゴミもモンスターも増える一方。クラウドの腕前見せて。逃げろ。すごい、これがソルジャーの戦い方。ほんの刀のコマだ。余裕だね。どんどん退治しよう。クラウドがいればモンスターなんてもう怖くないね。ティファもな、正直驚いた。スラムに5年だからね。自分の身は自分で守る。さて、これはスラムの心得何番？覚えるのか。ここで暮らすんでしょ。さ、もう一息頑張ろう。ティファちゃん、気をつけてね。終わりだ。かかってきなさい。あれ、そろそろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ湧いてくる。後ろ向きだな。束の間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか、すぐに評判が広まると思うよ。さ、ビックスたちのところに戻ろう。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが一体どう伝えたんだ。まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ。ああ、いい剣だな。お前との絆を感じる。
ああ、ずっと一緒。あ、クラウド？なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。あ、でも行った行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。うん、新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると思う。何？あんたを見習って強くなる。やあ、ティファ君、困りごとかい？いえ、強力な助っ人を紹介したくて。何でも屋のクラウドです。おお、頼もしいね。町の安全と幸せのため協力しよう。報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい依頼も紹介するよ。助かる。クラウドさん、見事データ提出一番乗りでした。追加報酬も差し上げます。新しく生まれたマテリアを早速発売しました。今後もマテリアを続々と開発していきます。共に神羅に対抗する力を生み出していきましょう。新たなバトルレポートを随時追加していますから、これからもご協力をお願いします。うまくいったね。何でもや、きっと当たるよ。ああ、悪くない手応えだ。仕事は襟好みしないこと。ご縁はお金より大事なんだから。スラムの心得だろ。馴染んできたね。師匠がいいからな。これからはもっと厳しくいこうかな。そうしてくれ。ねえ、そろそろバレットの集金も終わってると思うけど、どうする？一度店に戻る？あんた、今月のモンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数。あ、お姉ちゃん、マリンは店でお留守番？うん。そっか、友達探しを手伝って欲しかったのに。この何でも屋のお兄さんが探してくれるって。本当？あのね、友達の特徴は手足が長くてスリムでスタイル抜群。好きなのはご飯があるところとか、おやつをくれる人がいるところとか、あとは隙間。友達は猫の兄弟だよ。はあ、猫探しか。3匹とも人懐っこいから、声をかければ寄ってくるよ。絶対連れて帰ってきてね。食料品。コーラ！猫よ猫、うちのパンをくわえてこの奥に逃げ込んだの。あんたたち捕まえてくれない？お、
ティファちゃん。そいつ、何でも屋始めたんだって？ああ、だったら、化けネズミどもを倒してくれ。やつらめ、ウェアラットを引き連れて町中を食い荒らしていやがる。うちの倉庫も襲われて、信用ガタ落ちだ。あんた、今笑ったな？口の端がピクッとしたぞ。ま、仕事してくれりゃ文句はねえ。化けネズミは町外れに潜んでるらしい。ウェアラットの悲鳴を聞いて助けに来るって話もある。化けネズミのくせに仲間思いなのかもな。上から仕入れたアイテムもあるよ。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。化けネズミを倒してくれたってな。ありがとよ、お二人さん。化けネズミ騒動で店はすっかり観光鳥だったが、いいことを思いついたんだ。化けネズミどもを一掃した凄腕の何でもやお気に入りの店として宣伝すればどう思う？いけそうだろう？どうだろう、何でもや。商売は持ちつ持たれつ。俺はワイマーや客たちにあんたを推薦する。そうすればあんた仕事なんて選び放題だ。好きにしろ。いいね、いいぞ。セブンスヘブンと何でもや、そして俺の店、力を合わせて盛り上がっていこうぜ。何でも屋の活躍で生まれ変わったでしょ。なんだろう、ちょっと行ってみる。諦めよう。私、勉強は好きじゃない。星の命ってわかる？ストリームでしょ。え？みんな逃げちゃったの？じゃあ、帰ってこないの？みんな！おかえり！怖いお兄ちゃんから逃げてきたんだって。ありがとう。新しい依頼を頼むよ。アイテム屋から君の話を聞いたよ。協力ありがとう。君の腕前は本物だね。その力をもっと貸してほしいな。実はまたモンスターが出たんだ。
桁外れに凶暴なガードハウンド。知ってるよな、神羅の軍用犬だ。瓦礫通りで目撃されている。頼めるだろうか。引き受けよう。助かるよ。俺らじゃ歯が立たないんだ。頼んだよ。あの犬、あの犬、俺には無理だ。どこから来たんだ。下手こけじゃねえぞ。やってくれたか、はあ、ありがとう。あれは神羅から逃げ出した新種だと思う。あいつが問題になったのはいつ頃だ。そうだな、情報が入り始めたのは今朝になってから。つまりどういうことだ。もしかしたら7番街スラムの地下には神羅の研究所があるらしいな。いや、どうだろう、聞いたことがない。ちょっと鎌をかけてみた。申し訳ない。巨大な組織だ。俺も知らないことが多い。ああそうだな、倒したんだ。それでよしとしよう。そろそろ町中に噂が広まってるんじゃない。凄腕の何でも屋がいるらしいぞって。まだ腕を見せるほどの仕事はしていない。へえ、物足りないってわけだ。ありがとうよ。では買い物じゃないな。あんたが噂の何でも屋だな。まあ、あんたならやれそうだな。タラが廃工場の羽トカゲども片付けてほしいんだ。あそこは俺たちの縄張りだ。うちの常連たちはジャンクパーツのためなら危険を顧みないから心配で。引き受けよう。ありがとうよ。詳しいことはタラが廃工場を見張ってるナルジンに聞いてくれ。自警団のメンバーだ。じゃ、早速準備していくよね。中だ。羽トカゲがうろついている。って、あれ、ティーファちゃんか。もしかして自警団の助っ人って君たち。
そういうことなら大歓迎。羽トカゲは奥の倉庫にいる。2グループだ。全部倒してくれよな。次に備えろ。うん、分かってる。真剣勝負だよ。油断したな。当てるし。消えろ。次に備えろ。うん、分かってる。羽トカゲ、片付けてくれたって？ありがとうよ。常連たちも喜ぶぜ。見たところあんたは何でも屋として悪くない才能の持ち主だ。スラムのガラクタを長年見極めてきた俺の見立ては間違いねえぞ。てことで支柱前に行ってみな。ヤバいモンスターが飛んできたって騒ぎになってるらしい。そういうの得意だろ。ああ、まず己を知り、その道を極めよ。そして振り返るんだ。風景が違って見えるぞ。じゃあ頑張れよ、何でもや。うちの商品は折々で変わるから、勉強がてら覗いてきね。おい、このシミは自慢だ。そこ。列車墓場からディングローが飛んできたの。なのにこいつら全然動かない。ん？もしかしてあなたが噂の何でもや？じゃあ手伝ってくれない？ディングローはタラが廃工場の先。近づくには自警団の鍵がいるよ。鍵は近くの木箱に隠してあるから、片っ端からぶっ壊しちゃって。列車墓場から。お、何でもや。支柱近くに移動してきてるか。すぐ片付く。手伝うよ。終わりだ。
瞬で終わりだ。楽勝。ここまで。しびれる。この調子でいくぜ。次は勝とう。鍵がかかっている。一気に行くぞ。じゃあ。どけ。とどろけ。終わったな。見つかった？ああ。すぐ片付く。手伝うよ。終わりだ。しびれる。勝てたね。次に備えろ。うん、分かってる。お帰りなさい。見事倒せたみたいだね。さすがは噂の何でも屋。威張るだけで何もしない兵士とは大違い。警備も変わってもらいたいぐらい。兵士は職業だ。勝手には動けない。人としてどうなのって話でしょ。命令に忠実なやつも必要だ。やっぱりね。元神だって聞いてるよ。なるほど。あんたと話しても無駄か。私はこの町が好き。ただそれだけ。いいわ。この町は私が守る。あんたに負けないくらいもっと強くなってやるから。お疲れ様。仕事すっかり片付いたね。何でも屋のクラウドの評判も上々。この先どんどん忙しくなるよ。ティファのおかげだ。素直でよろしい。今日の報酬は店へ行けばいいのか。うん。でもその前にアパートに戻らない？少し休もうよ。スラムの心得その1ね。じゃあ行こう。兵団のグエンちゃんが軍より頼りに上で働いてんだけどネズミの巣にならずに済むわ。よせ待ておかしくしろ話しやがれ。死なないでくれ。黙れ地ネズミ。チチチチどうしたの？死んだの倉庫から火薬を盗んだ奴がいるんだとさ。
ジョニーは職務質問されて、ほら、ああいう性格だから。魔鉱炉爆発絡みだろ。ジョニーのやつ、いつもみたいに怒られて釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか。違う、ジョニーは私たちがアバランチだとうすうす気づいていて、そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。え、でも今日は世話になったからな、礼だ。ありがとう。行こう。盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだ。シンラの倉庫なんて近づいてもいない。まさかジェシー、あのトイレの。ID は引っ掛けだ。お前の ID でシンラの施設に入れるわけないだろ。さて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変、ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。うん、クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。そいつを話せ。ん、なんだお前は、仲間か。なんだ、誰かいるのか。助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら、暴れ。貴様、どういうつもりだ。もうやるしかないよね。ここまで終わりだ。やっけ、ここまで。あ、どうしよう。口を封じる。ん？おい、おい、ダメ！お前、やめてくれ！死にたくなかったら町を出ろ。はい、世界の果てに消え去ります。本当に行かせていいのか。遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド、怖いよ。